はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。セリオンズ実況チャンネルへようこそ。セリオンズデッキ製造工場長の龍です。さあ、本日なんですが、約束されたシナジー捕食セリオンズデッキをご紹介していきたいというふうに思っております。セリオンズっていうのはですね、何回もご紹介させていただいておりますが、機械族と植物族ととても相性がいいということを、何度も口を酸っぱくして言ってるんですけども、植物族と特に相性がいいんですよ。これなんでかっていうと、セリオンズリリーボリアっていうモンスターがね、初動になってまして、セリオンズのギミックを回すための、セリオンズモンスターまた植物族を装備すると出てこれて、で、魔法トラップカードをね、フィールドかまたは手札のカードをぶん投げるとサーチできる。セリオンズので、このカードを使うことによってセリオンズキングレギュラスに、リング経由でアクセスできたり、セリオンズクロスっていう妨害のトラップカードを、セットできたりするんですけども、このね、リリーボリアがやっぱ植物族なわけですよな。っていうことは、植物族デッキと合わせることによって、必然的に相性が良くなるんですけども、じゃあどんな、デッキ、どんな植物が相性がいいかと、いろいろあります。サンアバロンとか、アロマとかリッカーとかね、いろいろあるんですけども、やっぱね、一番環境として整列してるデッキ、これ捕食植物なんですよ。捕食植物っていうのは、アンブロメルデスが来たことによって、烙印融合がね、サーチできるようになって、非常にね、烙印と相性が良くて、でしかも環境にも君臨できるレベルのパワーを持っていると言われているんですが、このギミックとセリオンズ組み合わせることによって、先行分回るとめちゃくちゃやべえ先行制圧ができるようになったんですよね。今まで通り、普通に烙印の捕食回してもらえば、結構先行で、4、5妨害ぐらい体感で、用意できるような感じになってると思うんですけども、そこにセリオンズが加わったと思ってください。ギミック上めちゃくちゃ、手数がね、その妨害の手数が増えてるっていう感じです、イメージ的には。はい、今まで通り普通にそのアンブロメルディスとか楽融合を経由して、融合モンスター並べて、でその横にキングレグラスとかセリオンズリリーボリアからのクロスがなんか立ってるみたいな感じですね。さすが強えという感じです。はい、で、今回なんですけれども、ちょっとね、ギミックの都合上ね、やっぱその捕食植物って一番初動はなんか、ないんですよね。一番初動も一応あるんだけど、インスタントフュージョンとかこういうカードになっちゃうから、あとオフレスコーピオとかこういうなんか制限かかってるようなカードになっちゃうから、一番初動はそんなに多くないんですよね。なんで、ちょっと結構いろいろね、捕食植物を入れる必要があるんですよ。なので、ちょっとデスペアギミックが入りませんでした。さすがに枠がない。テクダイハツとかガン抜きすれば一応入るけど、さすがにテクダイハツないとやっぱ高校勝てないので、先行はどうでもいいけど、高校ちょっと勝てないので、この辺はちょっとしっかりと入れたかったので、ここ入れるとやっぱデスペアとかのギミックがちょっと抜けちゃうかなって感じ。ただ、捕食植物展開が通りさえすれば楽園融合にはアクセスできるんで、普通にミラジードとか、ドラゴンスプレアみたいなモンスターは立ちますし、捕食計画、プレデタープランニングとかも構えてね、相手ターンでね、ステアブベノム、プレデターフュージョンドラゴン立てたり、楽園追放をセットできるんで、相手のモンスター吸ったりできるんでね、こういう動きをね、基本的には狙っていきたいと思っております。動かし方は今までの、捕食楽園デッキにプラスして、セリオンズリリーボレアが立つだけなんで、そこまで難しくはないです。難しくはないのに、妨害が増えてるみたいな感じですよね。リリーボレアが妨害になってるんでね、キングレギュラーズになったりクロスになったりするんでね。でしかも楽園融合とかって融合モンスターしかエクストラデッキが出せないっていう縛りあるんですけど、セリオンズって別にエクストラデッキ使わないから関係ないんですよ、あんまり。なんで、そこも相性がいいということで、完全に約束されたシナジーです、これに関しては。はい、使ってる感じかなりね、楽しかったし強かったんで、よかったら皆さんも組んでみてはいかがでしょうか。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、セリオンズの可能性を模索していくぞ。楽園融合通んなかったらちょっときついな。楽園融合を発動。一応ね、リリーボレーで妨害は頑張って構えられるようにはしてはきてるんだよね。でルベリオンを追って渡していくか。ロマリン引いちゃってる時がね、ちょっとね、若干弱くて、しょうがないんだけど、ビブリスプと、アルバスの楽園を墓地に乗って融合召喚していくしかないんです、これ。はい。で、ルベリオン、からのルベルベルベリオンの効果をチェーン1で、捨てるのはロマリンで、これでロマリンをね、デッキに返してあげるっていうムーブをしないといけないんでね。でビビルスプの効果を発動して
回収させていただくのは、だから召喚券使ってないんで普通にサンデー剣士ですね。はい、サンデー剣士持ってきて、でリベリオンの効果でデッキに返してあげましょう、ロマリンを。これ次の一応楽園融合の時にロマリンが打てると。はい、でアルビオン、まあ一応手札からも融合さえできるから別に強引に手札から融合さえにしちゃってもいいんだけど、そうすると手札消費がめちゃくちゃ激しくなるんで、あんまりおすすめはしません。で、ここはですねドラゴンサプリアかな、ここかな素材は。で除外してドラゴスタペリアを出していく。盾強気の盾、守備力が低すぎるんだよなこいつは。ちょっとなんかどういう風に、やべ、ちょっと待って、リリーボリア、ちょっと待って、あれ植物がなかったわ、ちょっと待って融合召喚してから墓地を組んないと。ミラジーダー君はちょっと出せないけども、アルビオン墓地遅れてるし、まあ、十分なんじゃないかな。次の楽園を持ってこれるし、ね、ドラゴンサプリア出していく。ダブルドラゴンサプリアよ。でリリーボリアの効果、サンデルキンジを装備しながら特殊召喚して、これ今まで魔法トラップ無効なかったっしょ、楽園デッキ、捕食デッキもそうだけど、これね、これからは用意できますよ。なんでかっていうとセリオンズがいるんでね。でセリオンズリングを持ってきて、でリング効果発動してキングレギュラスを持ってくれば、これでお手軽に何でも向こうが一回止まってるということで、まあ今まで結構ねなんか魔法トラップねダラダラしちゃったんですよね。相手の楽園融合とかもそうだし、まあ例えばサンダーボルトみたいなカードもそうだし、なんかねそういうカードがもうバンバン通ってたんですけども、かっこよ、このキングレギュラス君がいることによって相手のマジックトラップカードもちゃんと無効にできるんで、これ割といいです、いい盤面じゃないですか。でアルビオン効果で楽園融合を持ってきて、次のターンの攻め手も書くことということで、これ何でも無効が1回、キングレギュラスで、でモンスター効果の無効が、まあ、フィールドだけだけど、スタベリアの、無効が2回で、楽園追放の、まあ相手の巻き込み融合みたいなのがあるから、一応、まあ、スタープラム、プレーターフィンチョントラゴンも出るみたいな。はい、普通に無限保養を打たれてきついですね。まあこれは使っても使わなくても一緒だ。これは受け入れざるを得ません。無効になるとちなみに装備が外れます。セリオンズモンスターたちはね。はい。ちょっと残念なお知らせなんですけども。で、あー、鳥ね。いや、これね、鳥ね。鳥はね、うららでね、これね、ぶち込むじゃないですか。いや、これね、さすがに、これね、ダブルスタペリアめっちゃ強いと思う。これね、別に、フアンダリーズをケアしようと思ってダブルスタペリアしたわけじゃないんだけど、これね、ダブルスタペリアめっちゃ強くて、フアンダリーズ相手に。フアンダリーズ相手は何なんだね、ミラジードよりもドラゴンスタペリアの方が強いんですよ。モンスター国無効にできるんでね。でこのドラゴンスタペリア君の効果を使って、相手のロビーナを無効にしていくと、大体止まるんだけど、まあ、ここで、召喚権地図で追加されてなんか動かれるとかはたまにあるんだけど、まあそれでもまだスタプリア1回残ってるっていうね。はい、まあストーリーどうぞって感じです。はい、もういくらでもどうぞ。でロビーナ無効になって何もできないと、召喚権使いましたと、地図がありますけどセット、なるほどエンドね、こうなるんですよこれね。別に狙ったわけじゃないけど、ドラゴンスタプリアの2体はフアンダリーズにはめっちゃ強いです。でここはね一回スルーしまして、で普通にぶん殴ってったら勝ちなんじゃないかってせいぜいあるけど、これあまあ打点探偵に足りてねえかこれ。一応楽園融合打つか。はい、で楽園融合を発動。これでさっきねデッキに返したロマリンを融合したにできますんで、ロマリンを融合したにしてみましょう。アルビオン、はい、でロマリンとあればその楽園で融合召喚アルビオンで、アルビオン融合召喚成功時効果チェーン1、ステイセイラロマリン効果チェーン2。あの伏せなんだろうな、夢の街とかじゃないのかな。まあでも夢の街だったとしても普通に止められるんだけどね、キングレギュラーズで。でロマリン効果でビブリスプを墓地に送って、でアルビオン効果で何でもいいな、ミラジオでいいか。審判の時だと外傷さあ、ゲームラジエド。うわどうですかこの圧倒的、圧倒的盤面。一応2秒で気がするか。1、今1、2。ああ、夢の街ね。はい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 。夢の街、うるさい。うるせ。はい。
バリ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 、やっぱレギュラス最強だわ。今まではね、このイベノワックス通してたんですよ、効果。まあ一応ね、今スタペアいるからまだいいけど、これがですね、もうどうでもよかったんで最強ですわ。まあ、一応これでサンデーゲージ持ってきて、これ殴ったら勝ちだよこれ。さすがに足し算ができねえ俺でもこれ殴ったら勝ちなって知ってるぞ。バトルフェーズいいだろこれ。バトル、はい、何でもいい、はい、これ行こう。はい、はい、神。いやー、やっぱセリオンズってね、なんか楽園の中弱点をケアできてる気がするんだよね。ああ、ってことは何が言いたいかっていうと、みんな心拍向こう。うわー、アルバスめっちゃ引いたー、アルバスめっちゃ来るお前さ、やる気ギンギンなのはいいんだけど、ちょっとデッキでぶってるくれよ。1枚までだな、最悪来てもいいのは。やっべ、そのラビリンスとかいうテーマアルバスで吸えねえな多分。俺入ってるんだよな、ブリガンドとか。それはちょっと増殖するとかいうカード引いてるから、これそれも腐ってるし、これさすがに無理か。ウェルカムラビリンス、オッケー、ウェルカムトゥラビリンスキャッスル。あー、強くないっすかハンド。ちょ、ハンド強くないっすか。しかもなんか増殖する時刺さんなくないっすかこれ。まあ、次のなんて言ってもいいか。何それ。あ、フェアウェルカムか。フェアウェルカムラビリンスね。オッケーオッケーオッケー、いいでしょう。はい、セット。フェアウェルカムと、なんかわからんやつ。2枚。はい。わからん、わからんくはないか。1枚はウェルカムラビリンスだ。ウェルカムラビリンス、フェアウェルカム、何か。わからんやつ。はい、オッケーです。とりあえずですね、一旦楽園融合から入りましょう。楽園融合発動。キモあ、キモ、鬼キモいじゃんそれ。いや、クソめんどくさいな。ゲロヤバ恐竜さん、ザウルスが出てきちゃうなこれ。いやー、レクスタームさんですか。でも一応あれか、ミラジェイドは出んのか。ミラジェイドは、しかもミラジェイドの墓地効果強いんじゃねこれ。相手のさ、モンスター全部吹き飛ばせんだよね、一応。自爆特攻してもいけますからね、これ。あ、ケントラキアンさんどうぞ。はい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 、なるほど。これは、まあ、光属性ですね、これね。で、ロマリンとアルバス、素材にして、手札から送られるとかいうクソ弱い効果。で、アルビオン、融合で、アルビオン融合召喚成功時効果は、レクスターム飛んできてないからこれ通りますね。で、アルビオン効果からのステイセルロムリン効果、まあ、ミラジーでの除外効果は多分通んねえけど、これであれだろ、レクスタームコピーするんだろこれ。はいはいはい、はい、OK で、いやこれね、でもね、いやこれね、そのレクスタームとミラジードの対面って意外となんとかなるんだよね。で、フェアウェルカムがなんかめんどくさい攻撃無効みたいな効果あった気がするから、あのトラップカードをなんとかしてしょんないといけんか俺は。なるほどな、はい、いいでしょう。墓で無効できねえか、無理か、さすがに。あー、 OK、 ここでねレクスターム墓地に送るっていうね、バカやってくれると、あの相手が墓穴で除外できて無効にできるんだけどねまあいいや、墓地を送るカードはさすがに、ビブリスプで良さそう。ビブリスプからのアルビオン効果で、これさすがにミラジェイドだよな。ミラジェイドで自爆特攻して3000-3000で相打ち取りに行ったりとかして、まあ、レクスタームで打点下げられても結局ミラジェイドの効果が墓地効果で発動して、なんか相手のフィールド全部っぱっていう効果があるから、だからそれをね、なんかうまいこと活用できればなんとかできると思うんだよな。で、ビブリスプ効果、ビブリスプ効果で、あ、てか待って、そもそもさ、これ待って、ここで効果相手使ってくるか、使ってこないか、使ってこない。これさ、アルバス召喚したらいいんじゃね。ここで効果使ってないから、まだ俺アルバスの効果使えるぞ。いけ
けんじゃないこれ。結構そこで開くの。なるほど。え、ミラジェード破壊してくれるってこと。え、それ逆に嬉しいけど俺逆に嬉しいけど、ミラジェード破壊してくれるってことこれ。バウンソーじゃないよね。ウェルカムラベレンスってさ、なんか出てきて、で、あのトラフィールド魔法の効果で、なんかあれですよね、あのフィールドのカード破壊する効果ですよね、あれ。え、ミラジェード破壊してくれるってこと。じゃ何もせんのかい。何もせんのかーい。じゃあなんで出したんだよ今出す意味あるよこれ。こんなもんアルバス召喚して効果発動しとったらもう勝ちやろ。でアルバス召喚効果、手札1枚捨てます。もうクロスいりません。でこれレックスタームもう止めらんないんで、もう発動しちゃったんで、これ多分ね打っとかないといけないんじゃないかな。さすがにレックスタームの効果じゃないと裏目めっちゃあるよねこれ。相手、まあ、一応ライフポイント、あでもライフポイント1000になったらあれか、レックスタームくん巻き込めちゃうので、はい、全然なんとかなります。でレックスターム何もできずにどっか行きました出てきただけ、あいつ出てきただけやが、もうあとは普通に除外する感じでよろしいのではないでしょうか。アルビオン効果、あれフェアウェルカムだもんな、あれフェアウェルカムだから、まあ、とりあえずちょっとケントレギナ吹き飛んでもらって、でブフォリキュラ発動して、で後ろ破壊しないといけないんですよね。なんか攻撃無効みたいなわけわかんない効果持ってるから、あれフェアウェルカムは。だからガーディアンキマイラ出せばいいから、ミラジェイダーと金次郎とゴキブリで、わけのわからない動きだよこれ。本当にキメラだな、本当にキメラで、ガーディアンキマイラ出して、でキマイラ効果で後ろ破壊して、なんか強そうな盤面シースターになんか全然弱ったんだけど、セリオンズリング来たわ。リリーボレアも出すんじゃん、神ゲーか。はい、でリリーボレアで、リリーボレア装備、残りライフ2000ですから、まあ一応こいつも出さないとあれですね。はいはい、ではい、バトルゴー。残念でしたね。そんなトラップカードのパワーに頼っていてもフレイングがオーソマツでは勝てませんよま、いつもどっちかっていうと俺がそっちの立場だけどな対戦ありがとうございました。セリオンズは添えるだけ。あー、まあハンドなんかパッと見強そうだけど、先行だったら、先行やったら強そう。はい、あー伝統芸能きたー、伝統芸能きたー。レベル3のモンスターが2体でオーバーレイかこれ。はい、あっ伝統芸能だー。このこれ何のタイプの伝統芸能。さすがに誘発なさすぎんだこのデッキ。もういよいよとなったらこのデスペアギミックあたりちょっと抜かないと多分ねこれ無理だなこれ。誘発何にも引けないと相手の展開許しすぎる、あまりにも。でもそんなに強くなさそう、そんなに強くなさそう。とりあえずちょっと一回ドロール&ロックバードとエフェクトベーラーケアで楽園開幕はこの瞬間に打っていけとおばあちゃんが言っていました。ビブリスプを墓地に送って、でアルベルを特殊召喚。さすがにデッキパンパンすぎるよこれ。でアルベル特殊、まあ、でも楽園融合はなんか謎に通るかもしれない。なんか今んところだってこれあれだよね、マスカレーダーのなんか妨害がしかないでしょこれ。え、あの伏せカード何、なんかいけそうだぞ、分からんけどなんかいけそうだぞ。デッキから手札に加えるのはこれ一回ちょっとブフォリキュアだな。はい、でアルベル効果で楽園融合を引っ張ってきて、で楽園融合をぶち込むに行く前にさすがにリリーボレアかな。アーティファクトで選んでるこれ何効果。このカードの一つをちょっと除いてお互い手札を全てデッキに戻してシャッフルする。え、違うか、あどれだ、それかシャッフルする。その後お互いはそれぞれ自身がデッキを戻した数だけデッキからドローする。なるほどね、はい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 、なるほどなるほどなるほど。え
はあ、えあれ俺の手がどこ行った、おいおいおい俺の手がどこ行った、おいおい、ふざけんなよふざけんなよ、死んでよ守るも誰やねんお前。